ああ、暇だね。ああ、仕事終わったいもののさ、お互い。なんか外雨降ってるし、あんま出る気でもなんないじゃん、外。ってなると、暇だよな、意外と。家の中でやることって言うと限られてくるしさ。そうだ、いいこと思いついた。パンツの色当てゲームやろうや。俺の今日履いてるパンツの色、ちょっと当てりみ。待って、え、待って、俺が今日自分で何色入ってるか覚えてないよ。ああ、なるほどね。さあ、そうだったわ、これだわ。あれでみ、黒、違う。ねなんかね、安牌な色じゃないな。紫、違う。難しいかもな、これは。ちょっと男のね、パンツって聞いて、いや、まあ、男女問わずかな、でも。パンツって聞いて、あんま思い浮かべないかもしれない、もしかしたら。白、違う。白ブリーフやな、それ。白ブリーフちゃう。わしゴルゴ30ちゃう。ね。なんだろう。なんだろうな。緑、あー。ちょっと惜しいかも。系統的には。オレンジ、あ、違う、あー、惜しい。あ、赤じゃないんだよな。近づいてきてるよ。緑じゃなくてオレンジじゃなくてで、赤じゃない。多分もう出ないかな。だいだい色、あ、違う。ピンクも違う。もう戻った方がいいわ。緑、オレンジ、その周辺かな。もうここまで行ったら分かっちゃうか。そう、黄色あたり。可愛くない？なんかね、ピカチュウのパンツ、黄色い。あんま分かんないかな。ほら、見える黄色。可愛くない？なんかね、前友達がポケモンセンターで買ってきてくれた。なぜか、なんでパンツなんだろうな。まあありがたいけど。俺黄色好きだからさ、結構このパンツ気に入ってんだよね。そう、正解は黄色でした。やるやん、当たったね。5回目ぐらいだったけど答えたの。意外と楽しいもんだね、パンツ当てゲーム。じゃあ俺のパンツは黄色でした。お前のパンツは何色だよ、見せろお前に。俺の